こんにちは、ゆうほろんです。愛知の方から年賀状いただきました。はい、ハッピーニューイヤーということで、新年明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。ホルンさんを知れたことは大きなきっかけ、出来事となり、嬉しく思っています。今後もよろしくお願いします。2015年いい年にしましょう。応援しています。ライブに行ってみたいということで、ね、知れたことが大きなきっかけで出来事となったってことはね、そう書いてくれてね、俺もとても嬉しく思います。ね、去年いただいたお手紙とかプレゼントとかね、ずっと大事にするからね。ね、もうすぐ卒業だしね。うん。まあ、今年はさ、まあ、こう、進学があったりとか、いろいろ新しいことが、まあ、起こるっていうかね、こう、いろいろ状況が変わってくる年だと思うから、まあ、いろいろそこでね、大変なことも、いろいろあるかもしれないしね。また、発見もあるかもしれないし、嬉しいことも、ね、あるかもしれないしね。まあ、そういった中で多分、新たなスタートとなる年になると思うから、ね、2015年お互いいい年にしましょうね。うん。で、いつかライブ会場でお会いしましょう。ということで、ゆうゆうほろんでした。今年もよろしく。チャンネル登録お願いします。